どうも高井です。検索エンジン最強は Google ですが、買い物の商品検索率 52% が Amazon であり、一方 Google は 26% です。この先どうなんでしょう。この本読んでて思ったんですけど、近年 Google とか AmazonAI スピーカー出しましたね。アメリカではすごい人気があるようですがね。その AI スピーカーなんですけど、 Google にとっては非常に不利なツールになっているようです。その原因は Google の広告代理店としての広告の機能というのが死んでしまった。その広告は画像であり、 AI スピーカー音声で認識してくれるので、広告団体無視しちゃうんですよ。そうなると辞書としての機能は読み上げだけになっちゃう。これは AI スピーカーとして Google の能力を潰しちゃってるよね。一方 Amazon、 ちっちゃな子供のちょっとした一言が買い物行動につながって、アメリカでは実はなんでこんなの自分もしたのっていう具合に、子供がちょっとした発言で商品が届くなんていうことが出てきた。それがニュースになりましたね。すげえなっていう時代になったと思います。クリックよりも AI スピーカーが注文してくれると自動的にね、自動といっても子供の一言は続いてますよ。その AI スピーカーが Amazon のショッピングサービスに非常に効果的になっている。これすごいよね。ほんと Amazon はね、先まで考えてるなって思うことではあるんですけど、ただ一つだけ弱点になりかねない行動をとっています。それは他社の商品をパクっていうことですね。それも中国みたいなパクり方をしていると私は思っています。パクるっていうのは、相手の商品をそっくりそのまま同じような商品を作って、ほんのちょっと1円もしくは2円ぐらいかな、安くして売る。そうすると評価が5もしくは4であれば、オリジナルよりも魅力的に見えますよね。あ、安い、こっちの方がお得だ、じゃあ買おうってなりません？これは売れてる商品ほど起こりやすいんですよ。それは近年起こっていることなんです。そんなことをもしあなたが商売やってたらどう思うか。売れてんのにパクりやがって、ムカつかない？ムカついたら、じゃあハイエンドモデルだけ自分のサイトで売って、じゃあミドルから下は仕方がないからアマゾンで売って認知度を上げていこうってふうになっていく。これは近年やってる会社増えてますね。増えてるがゆえに思うんですよ。アマゾンの一番の問題点は、他の会社、アマゾン以外の会社がアマゾンで商品を展示して売ってくれなくなること、これが一番の脅威だなって。そのことを考えてでも、こういう本を読んだり、Amazon で買い物して、あ、なるほどねっていういい経験を得る機会になるかと思います。一度考えてみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。